TH の富山です。これから足を組むということについてご説明します。私たちは2本の足で立っています。足をクロスすると下半身がねじれます。下半身がねじれた分だけ上半身もねじらなければバランスが取れません。ねじることによって起こる骨格バランスの乱れは腰椎、仙骨への負担、筋肉と内臓への負担となってさまざまな異常を引き起こす原因となります。また骨盤内部の筋肉の緊張は子宮、生殖器への負担、さらに内科的兆候として排尿痛、膀胱疾患、子宮口屈、座骨神経痛を引き起こす原因となります。それでは次に右足が上になって足を組む方の負担について考えてみましょう。右足を上にして足を組む人は通常は下半身が右側、上半身には左側に負担をかける形となります。こういった方は腎尿細管の機能低下が起こり、水分と塩分のバランスが悪くなり、全身および下半身のむくみ、腰痛、倦怠感を引き起こしやすくなります。こういった右足を組む方には胸椎10番、11番、12番、腰椎1番などの負担が起こりやすくなり、それぞれ内容が異なってきます。特に注意してほしいのは消化液の異常によって右腰方骨頸筋の緊張、上行結腸、中枢のバランスが狂い、腹部の冷えと口腔内圧に乗って冷えのぼせが起こりやすくなる方は注意が必要です。今度は左足が上になる人の負担について考えてみましょう。左足を上にして足を組む人は通常は下半身は左側、上半身には右側に負担をかける形となります。負担となるのは胸焼けや胃酸過多、腹部膨満感などです。負担がかかる場所としては腰椎1番、腰椎2番、腰椎3番、この3つに負担がかかりやすくなり、それぞれ内容によって異なります。特に注意してほしいのは左の大腰筋が緊張することで尿管がねじれることでお小水の異常が起こりやすくなります。他にもさまざまな症状は出やすいですが、特に右足、左足組む方によって負担がかかる場所が違いますので注意してください。当センターでは来院された方のお体をしっかりと拝見し、不調の根本原因を分析して治療および豊富な指導をご用意しております。もし何かお困りのことがありましたらお気軽にご相談ください。